試行染色剤とは、高校内の試行の染め出しを行う薬品のこと。プラークチェッカー、プラークテスター、カラーテスターなどとも呼ばれる。高校内の試行を赤や青で染め試行を、より可視化し、紙面清掃の補助や紙面清掃指導に用いるものである。薬剤としては通常は弱食料である、赤色104号、赤色3号、青色1号などが用いられている。 市販の形態としては、液剤、錠剤、ジェルタイプのものに大別されるが、歯磨き剤に添加されているタイプ、古い思考青、新しい思考を赤と2色で染め分けるタイプなども発売されている。1972年にオリーリー、ドランカトネーラーが開発した、歯周病に関する指数の一つ。 波形部の思考の有無を判定する簡単な方法で、波形部紙面に付着した思考を思考染色剤で染色することで確認する。開発者であるオリーリーは目標値を10%以下としたが、一般的には20%以下を目標とする。特許庁総務部企画調査科技術動向版思考、染色剤アクセスデートイコール2009年9月13日。 吉田プラークサーチアクセスデートイコール2013年6月18日。ありがとうございます。